はい皆さんこちら物販講師の黒沢です減量1か月目の報告とそもそもボディメイキングっていうのをそれなりにちゃんと改めて再開した経緯と目的項炭について話しさせていただきたいと思います1か月間1日1600キロカロリー以下脂質2 0ムタンパク質1 2 0ム体重の2倍ですねで残りは炭水化物みたいな形でずっと続けてきました ジムは週に5回か6回ぐらい1回45分ぐらいしか行ってないですがそれをずっと続けてきました結果体重は 3.3kg 落ちて体脂肪率は45%落ちました特にカーボアップだとかチートデーだとかそういったものも設けずに淡々とこなしてきたんですけれども 初めの1週間2週間はめちゃめちゃしんどかったです死にそうになってましたでも死にそうになるっていうのは真夜中になんか食べたいっていうまあ食欲がギャーっていう風に麻薬の禁断症状よろしく出てきたってだけで別にサポートに支障があるだとか他の仕事に支障があるっていう状況にはならずに1ヶ月過ごすことができました今は毎日すごく楽しいです 一つ一つの食材、食事、本当に美味しいです。なので、さらに1ヶ月続けられそうです。WeChat っていう中国版の LINE に自分がベース演奏したりだとかドラム演奏したりする動画っていうのをパッて上げた時に、その映像越しの自分の体型を見てですね、ひでえなって思ったのが、大きなきっかけの一つになったかなっていうふうに思います。 実際自分を客観的に映像として見てみた時に通常の講義と違ってドラム叩いてる時ってかなりこういう縮こまって演奏する縮こまるというかこういう姿勢で演奏したりするのでそうするとお腹周りだとか腕周りだとかそういった部分っていうのがものすごくひでえなってだるんだるんじゃなくいつっていうふうに思ったのがきっかけでこれは変えていかないといけないなって思いましたで実際やり始めて感じたことなんですけれども例えば 大人ニキビだとかそういったものっていうのも、まあ、ほぼ出なくなってきたりだとか頭の中がものすごくスッキリしたりだとかやっぱりコンビニ弁当を食べてた時っていうのはあんなにちゃんと食べてたのにまあ食べてたから血糖値が上がってインスリンが上昇してぼーっとしてたっていうのもあるかもしれないですけどなんか一日中自分の思考に幕が張ってるような白濁してるような状況になったんですよね でも、今っていうのは、約900ぐらいはですね、決まったものを食べます。ささみと胸肉と、あとは最近パンケーキっていうのも食べてるんですが、パンケーキちょっとと、あと玄米ご飯と、あと大麦ですね、押し麦なんていうもの。まあそれを食べてます。これは 固定食として食べていてで残りの部分で、まあ、色々試行錯誤してるというか楽しんでちょっとバリエーションを設けたりして自分なりの息抜きにしています自分は生まれてこの方体脂肪率が1桁台になったことっていうのがなかったんですねせいぜい13%ぐらいでそれ以下にはなったことないと思います、まあ、12%13% ぐらいですね37年間一度も味わったことのない世界っていうのは一つでも多く味わいたいんですよね それが、例えば、まあ、タイの山奥に行くってことであろうがね、例えば、それが、自分の体の変化であろうが、とにかく、未経験のことは経験していきたい。さらに、未経験で関心があることは経験していきたいっていう考え方を自分は常に持ってます。それはビジネスだって同じです。なので、体脂肪率1桁台の世界っていうのは、その思考面だとか、自分の 体型面だとか、その腹筋周りの血管の浮き具合だとか、そういうことも含めてどんなもんなんだろうなっていうのを知りたくて仕方がないんですね。だからそのエンスジアズムといいますか、なんて言うんだろうな、知りたい知りたいと思う欲望ですよね。そういったものっていうのを自分はただ素直に遂行している。それを素直に目指して淡々と歩いているっていうだけなんですけれども、そういう生き方っていうのは日々、 少しずつ変化していく自分の体に関してもいろいろ学べる食事関係のことに関しても、まあ、とにかくものすごく勉強になるので楽しいですモテたいんですよねこれは別に何だろうなあのえげつない意味とかではなくって物販講師としても人としてもやっぱり魅力的な人になりたいっていう気持ちがありますインターネット上っていうのは自分を 本当の自分以上にでっかく見せることっいうのはめちゃめちゃ楽な世界です。ジャケット羽織って下り顔でそれなりにね、バチ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 編集切って話してれば、それなりに誰だってかっこいいこと言えます。でもそういうもんじゃないんですよね。本物の自分は本物の自分で、等身大の自分は等身大の自分なんで、その等身大の自分っていうのを、 もっとしっかりと魅力的なものにしていくためには体型っていうのは一つの重要なファクターになってくると思います。単純にガリガリのヒョロヒョロの人が 同じことを言ったって、ブヨブヨのデブデブな人が同じことを言ったって、同じことは言葉として言葉ベースでは同じことなんですけど、やっぱりそれなりに体が引き締まった胸板がね、それなりにしっかりしたような人っていうのが吐いた方が、その発言に信憑性は生まれると思うんですよ。結局のところ、ものすごくシンプルっちゃシンプルなんですよね。日々の基礎代謝がいくつで、消費カロリーがいくらで、で摂取カロリーがいくらで。 でその摂取カロリーのうちの PFC バランスがいくらであとは食事の頻度だとかあとは食事の素材だとかまあ選択肢は無限なんですけれども根本的な概念とすればカロリーと PFC バランスなんですよねあとは消費と摂取のカロリーのこの違いなんですよねボディメイキングを行うっていうのはまず自分自身が自分のコントロールっていうのをしっかりと行っているってことを周りに 物理的にね視覚的にお伝えするための一番わかりやすいファクターになるんじゃないかなっていうふうに感じていてだからこそまあアメリカだと体型がねだるっとしてたりだとかまあ整っていない人っていうのはそれだけでその人のステータスっていうのは下がってしまう信憑性っていうのは下がってしまうって言われてるわけですよね。ジャケット羽織りはかっこよくなる おしゃれな格好すればおしゃれに見える。そうじゃなくって、そのおしゃれな格好をしてる自分の肉体、それ自体っていうのをどれだけ取り気済ませていけるのかっていうのはある程度突き詰めていける人だからこそ出る信憑性っていうのは存在するんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。 だから、自分がボディメイキングを行うってことには、ビジネス面も含めて、自分の思考面も含めて、そして自分のエフィカシー、要するに自分自身に対する自信だとか、成功体験、達成感、そういったものも含めて、もう十二分にリターンがあることだなっていう風に考えたので、始めました。というわけで、わちゃわちゃといろんな理由は語ってしまいましたが、とにもかくにも一番現象の部分に何があるかっていうと、ボディコントロール、ボディメイキング、ものすごく楽しいです。 めちゃくそ楽しいです。ローファットダイエットめちゃめちゃ楽しいです。1日 20g、1600kcal ロロ以下っていうのはこれ自分が自分の基礎代謝だとか、自分の体脂肪率だとか、身長体重だとか、そういったものっていうのを考えて、 これだったらいけるかなって思ったところを計算上出してあとは微調整してったんですよ。本当はもっと1日1 9 0 0カロリーでいいかなと思ったんですが、ちょっとずつ下げてみて1600で今落ち着いたんですけれども、本当にね、楽しい。そういった部分の算出だったり微調整だったり試行錯誤も含めて、ものすごく楽しいことなんだなって思いました。だからこれからも努めてやっていきたいと思います。 現在ではタンパク質に関してはプロテインパウダーだとかっていうのはほとんど取らないで基本的にはもうほぼ普通の食材お肉だとかあとはイカだとかそういったものから摂取してます。 脂質に関しても、炭水化物に関しても、まあ、マルトデキストリンだとか、ちょっと炭水化物の粉だとか、あと EAA って呼ばれる必須アミノ酸の粉だとかっていうのはトレーニング中には飲むことは多少あるけれども、せいぜい 5g、10g ぐらいです。残りっていうのは基本的にお肉だとか、そういった一般的な基本的な自然の食品から摂取するようになってきました。そこも含めてですね、 日々楽しんで研究しながら進めていきたいと思いますのでぜひ皆さんもボディコントロールボディメイキングですねどのような状況を目指すかによるとは思うんですけれどもおそらく減量したいとう方が大半だと思うんですよね体の体脂肪率を落としたいという方が多くいらっしゃると思いますのでぜひですねこの動画に少しでも感化されて一緒にトレーニングしながら。 食事それはダイエットトレーニングですね。食事のトレーニングと筋力トレーニング。この2つですけれども、しながら、より高みを目指していければなと。精神領域的にもより高みに、高次元の精神性っていうのを持てるように、自分により自信が持てるように、進んでいければなと思ってます。とはいえ、まだまだ <laughs>、ボディコントロール業界に関しては、青二歳ですから、若輩物ですから、いろいろとね、何、 生きってんだって思われるかもしれないですけど、まあ、1ヶ月続けられたんで、ちょっとだけ生きりたくなって動画出しちゃいました。少しでもご参考になれば幸いです。では、失礼いたします。